あれ、コウセイくん？こんな時間にどうしたの？お父さんに用事？なら社務所にいると思うけど。わざわざ神社まで来るなんて珍しいね。何か急ぎの用件？おーい、コウセイくん。ああ、うん、付け毛をしてるからロングの方がいいかなと思って。どう？ありがとう。で、何を企んでるの？怪しい、めちゃくちゃ怪しい。それが怪しいって言ってるの。だいたい褒められてもあんまり嬉しくないしね。コスプレしてるみたいでちょっと恥ずかしいんだよね。お参りに来た外国の人とかが巫女の写真を撮ったりするんだよ。強引に撮られるわけじゃないから迷惑とかじゃないんだけどね。どうせ撮られちゃうならちゃんとした格好の方が恥ずかしくないかなって。やっぱり気持ち悪い。絶対にろくでもないこと企んでる。ほら、やっぱり何かあるんじゃん。先にほうきをしまってきていい？作ったことなんてありません。私にとってパンケーキって誰かに作ってもらって堪能するものなんだよね。作れないこともないとは思うけど、自分で作るとあらばっかり気になっちゃって楽しめないから。一人では行かないけど、休みの日に友達と行くことはあるよ。遊びに出たついでだったり、評判のお店に行くことが目的だったり。どこも美味しくってさー。アニメ見てるだけで上手な声優さんになれると思う？いつも無言で食べてばっかりの人に言われても説得力がないんですけど。お世辞でも言われて悪い気はしないけど、自信はないな。でもなぁ、料理とお菓子作りって全然別なんだよね。料理は慣れると目分量でやってもなんとかなるけど、お菓子作りはきっちり分量通りじゃないと失敗しちゃうんだよ。膨らまないとか固まらないとか表面が割れちゃったりとか、科学の実験に通じるものがあるね、あれ。コウセイくんが食べたいだけなら作ってあげなくもないんだけど、お店で出すものなら話は別。ちゃんとした人の方がいいよ、絶対。カフェでアルバイトか。パンケーキ以外なら喜んで手伝うけど、パンケーキが作れないとダメ？カフェでアルバイトって興味ある。もし迷惑にならないのなら働きたいかも。の割には微妙そうな顔。あからさまにわざとらしいんですけど。
レシピとかちゃんと決まってるならね。そこはお父さんと相談してなんとかする。そもそも娘だからって手伝わされるのがおかしいんだよ。バイト代も出ないんだからね、私。お小遣いも少ないのにさ。だからこそ自分でお金を稼がなきゃ。女の子はいろいろと大変なの。ありがとう、よろしくね。あ、でも過度な期待はしないでよ。私、巫女以外のアルバイトって初めてだから。もしかしたら昴生君って紐に向いてるのかもね。人を乗せるのがうまいから。そうだよ、将来を見据えるなら就職活動だと思うんだけど。うわ、この人本気で紐を視野に入れてる。引くわ。物はいいよ。最初からそのスタンスはどうなの？おすすめ？保険内には。でもなんで？なるほど、そういうことなら。二駅先にパンケーキの美味しいお店があるよ。掃除も終わったから着替えて帰るだけだけど。情けないことを堂々と言わないの。はあ、しょうがないな。ちなみに上がり。じゃあすぐに着替えてくる。ちょっと待っててね。いらっしゃいませ。2名様でしょうか。こちらの席へどうぞ。何食べよっかな。何せ今日は昴生くんのおごりだもんね。やばいな、超迷っちゃうな。あ、ほらほら、どれも美味しそうでしょ。ここはパンケーキ推しの店だから。昴生くんは何にする？じゃあ私はストロベリーチョコのパンケーキにしよう。え？うん、好きだよ。今の時期の少し酸味があるのも、寒い時の甘いのも両方好き。何が？お決まりですか？ストロベリーチョコのパンケーキ、アッサムのセット、 あとこのパンケーキのブレンドセット、トッピングにバターもお願いします。かしこまりました。少々お待ちください。基本的な材料は同じのはずだよ、多分。
ホットケーキミックスでも作れるはずだし。作るだけならできるけど、いわゆるピンキリってやつだよね。美味しいのは真似できるとは思えないぐらい本当に美味しいんだから。こっちのソースのも美味しそうだな。よろしい。いないかな。一緒に食べる友達ならいるけどね。でもそういえば、コウセイ君も住んでるうちのマンションにパティシエの人が住んでなかったっけ。私があげるのは食べ物の写真くらいかな。こういうパンケーキとか生菓子とか。あんまり気にしてないけど、美味しそうな写真とか有名なお店だとついてたよ。友達だけじゃなく知らない人からも。食べていい？甘さをリセットするときにいいんだよ。てかちょっとちょうだい。こっちにそのバターついてないから。ありがとう。しょっぱいのと甘いのを一皿で味わえる。憎い演出だよね。殴るよ。食べてるところを見られるのはなんか嫌なの。食べるときは食べることに集中しないと。美味しいうちに食べる。じゃないと作ってくれた人にも失礼だろ。
確かにそうかも。それで参考になった？それは何よりです。ありがとう。ついでにうちで夕ご飯食べていく？遠慮しないでもいいのに。お母さんなら喜んで何か作ると思うけどな。宿題？分かった。じゃあ頑張って。それじゃあ今日はこの辺で。うん。それじゃあまた明日。はい、また明日。あれ、張り紙が出てる。もしかしてお店ができるのかな。いつから張り紙してたんだろう。全然気がつかなかったけど、まだオープンの準備中なのかな。アルバイト募集中か。あ、カフェステラと死神の蝶。あれ、なんで起きてるの？今日早く出る用事でもある？うわぁ、ひどい顔。じゃなくって、ゾンビみたいだよ。朝ごはん作ってる間に顔を…いや、いっそシャワーでも浴びたら？そうなんだよ。聞いてよ。太った。体重が増えたんだよ。ちゃんとカロリーゼロになるようにしてたのに。よくない！女の子には致命的なの！これ以上大きくなるのも困るな。ただでさえ重くて邪魔なのに。胸を話題にしてから言うセリフかな、それ。無神経なのは平常運転だからね。気をつけてね。カズフミのおじさんは？朝ごはんはいいのかな？わかった。あ、それから昨日のアルバイトの話なんだけど。
ちゃんと話したってば。お母さんはすぐに認めてくれた。勉強の方をおろそかにしないとは言われたけど。バカなこと言ってる割に成績はいいのがムカつく。そっか。本当のところは？だと思った。カフェでバイトだなんて嫌だし！ってなんか一人で騒いでた。お客さんにナンパされそうだとか、働いてる同僚がチャラそうだとか、一人で顔を真っ赤にしちゃってさ。何を考えてるんだか。いやらしいのはお父さんの方だよ。昴生君の名前を出したら、最終的には許可してくれたよ。巫女の手伝いも続けるって条件はついたけど。平気平気、同じ日に両方やることはないから。ただお正月とか繁忙期にはお店の方を休むことになるかもしれないけど。お粗末様でした。昴生君、今日は1限目からだっけ？ん？たまにはいいかもね、そういうのも。ねえ、昴生くん、今日ちょっと寒くない？授業があるんだから一人で行くってば。無理もしないから。大学だったんだ。しかも同じ講義って全然知らなかった。まあ私も周りに目を向けるタイプじゃないしね。し、話があるわけでもないんだけど、当たり前のように離れた席に座ろうとするから少しびっくりした。そりゃまあ距離感は考えてほしいけどさ。
一緒に働くのにそういう対応だと今後どう接すればいいのか私が悩む。なんかこうモヤモヤする。もしかして私嫌われてる的な。そういう意味じゃない、ちょっと驚いただけ。選びがキモいけど、どうぞ。ことはわかるけど、コミュニケーションを拒絶するような態度はどうかと思う。それ大半が被害妄想。むしろコミュニケーションを拒絶して逃げる方が印象悪いと思うけど、そのままだと女の子と会話もできずに本当に一生そのままかもよ。しなくても重荷になってる。例えば？何それ、耳まで赤くしながら何言ってんの。バカじゃないの、恥ずかしくないの。でしょうね。その褒め方はリア充っていうよりナルシスト？なんでそんなセリフをチョイスするかな。かなり重症。その努力だけは買ってあげる。練習したいなら私が付き合うから。個人的にはうざい陽キャよりは今の高峰くんの方がいいと思ってるしね。見てて面白いウェイ。ごめんごめん。おはよう。開始3分ぐらいからぐっすりと。いびきもなかったし、先生は気づいてなかっただろうけど、いや、何も言わなかっただけかな。寝不足？私も次の講義があるから。あとこれ、今日のノート。ないよりはマシでしょ。じゃあまたお店でね。
おーい、こらー、コース空高くもなるわ。お前だろ、四季夏目と話しながら並んで講義受けてるの。メッセージが流れてきてるんだよ。すでにちょっとした話題だ。孤高の撃墜王と親しげに話してる男がいるって。ほれ、講義中の写真まで。この程度ではもはや盗撮とは呼ばない世の中になりつつあるから怖いよな。それよりもこれはどういうことだ。なんでいきなり後世なんかと。何があった。普通に考えたらお前みたいな童貞を四季夏目が相手にするわけはない。いいからどういうことか教えろ。姉貴のことか。それが連絡が取れないんだよな。電話しても全然出ない。メッセージも残しておいたけど返信もなくてな。おかんにも連絡を入れてもらったけどやっぱり返信がなくってさ。一応既読はついたから死んではないだろう。物ぐさな姉だからな。後で連絡するつもりで忘れてるだけだと俺は思ってるけど、おかんがかなり心配しててな。様子を見てこいって言われちまったよ。今から職場の方に様子を見に行くけど、お前も一緒に来るか。にしてもお前、うちの姉貴に何の用だ。マジで？お前がカフェ？似合わんな。なんでバイトのお前がレシピに首を突っ込んでるんだ？ま、いいけどさ。心配するな。すぐそこのケーキ屋だ。雑誌に載ったりしたこともあるらしいぞ。姉貴が土産で持って帰ってきたこともあったが、確かにうまかった。本店はここだけど、デパートとか東京の方にも店を出してた気がするな。なわけない。姉貴はあくまで従業員。オーナーがパティシエでその人が有名なんだとさ。とにかく行くぞ。お決まりですか。すみません、そうじゃなくて、俺塩山ひろとと言います。塩山すずねの弟なんですが、姉と話すことはできますか。え、姉と連絡が取れないんです。だからちょっと困ってて。それは今ここにいますか。いえ、塩山さんは退職しましたから。は？退職？辞めたの？仕事を？はい。ですから私たちには。そうですか。もうよろしいでしょうか。他にお客様もいらっしゃいますので。あ、はい、すいません。
ったく、何も聞いてない。多分おかんも知らないはずだ。やめたって、なんでいつの間に。ああ、俺もちょっと不安になってきた。とりあえずおかんに連絡をしておくかな。いやでも先に確認しておいた方が。あの、え、あ、さっきの店員さん。先ほどは失礼しました。私もう少しで休憩ですから、ここで待っていてもらえますか。塩山さんのことでお話ししておきたいことがあるんですが、お店ではちょっと。はあ、わかりました。すみません。ではまた後で。これ新手のナンパって可能性はないかな。冗談でも言わないとやってられないだろう。なんか厄介事っぽいし。しました。いえ、それはいいですから。それよりも姉貴の話って何ですか。連絡が取れないっておっしゃってましたよね。はい、メッセージに既読はつくんですけど、返信や連絡はなくて。本人に無断で言っちゃいけないのかもしれないですけど、連絡が取れないっていうのが心配で。塩山さんショックを受けているのかもしれませんから、ご家族の方は知ってた方がいいんじゃないかと思って。待てって、この状況で俺を一人にするな。お前も姉貴に用事があるだろう。なら無関係じゃないって。あ、続きをお願いします。兄貴は何か問題を起こしたんですか。いえ、問題を起こしたわけではないんですが、オーナーと衝突してしまって。地上のもつれじゃないですよね。まさか。オーナーは結婚してますし、塩山さんもそんな気持ちはかけらもなかったと思いますよ。むしろ折り合いは悪いぐらいでした。塩山さんはより美味しくなる提案をして、それがオーナーの品質を買って。決定的だったのはパティシエの大会です。塩山さんの実力なら大会でも活躍できたと思うんですが、店の名前も関係するからといってオーナーが出場を許さなくって。東京支店の人は出場してたのに我慢の限界だったのか、ついに塩山さんはお店を辞めました。塩山さんならどこでも働けるはずだったんですが。まさか。実際にオーナーが手を回してるかどうかは知らないんですが、信憑性はともかくオーナーと揉めたくない人も多いですから。まあそうだな。まずは安否確認。すみません、教えてくれてありがとうございました。いえ、お礼を言われるようなことではありませんから。むしろ何の力にもなれなかったので。それじゃあ私はこれで失礼します。はい。さすがにこれは予想してなかったな。どうしよう。それは後にするというか、まず姉貴の部屋に行ってみよう。今連絡しても不安になるだけだろうから。
管理人の方はどうだった？連絡が取れないからそっちに電話してるのに。最悪の場合はそうなるか。その時にはおかんにもいてもらうとして。しょうがない。とりあえず部屋に行ってみるか。弟がノックしながら呼びかければさすがに反応するかも。姉貴いるんだろ。俺だ、ヒロトだ。ここを開けろ。偽物じゃないぞ。早く開けろって。なんか物音がしてるような。誰かはいるっぽい。返信がないからおかんも心配してるぞ。とりあえずここを開けて顔を見せろ。開けないと警察を呼ぶことになるぞ。大事になってもいいのか。これって入ってこいってことだよな。よかった、ちゃんと生きてたか。昴生？いるならもっと早く出てこいよ。何？どうしたの急に。連絡入れても返信が全然ないから心配で様子を見に来たんだよ。そんな大げさに捉えなくても、わざわざ来なくても。そういうのならせめて返信ぐらいよこせよ。結局大丈夫なんだな。あんたに心配されるようなことは何もないけど、まあ心配をかけたことは謝るよ。ごめん。バカな姉貴が謝った。平気か、そんな素直に謝るとか。姉貴らしくないぞ。申し訳ないと思ったから謝ったのに、その反応腹立つな。だってすぐに逆ギレして俺のことを足毛にするじゃねえか。そうだっけ。そうだよ。あんた私に蹴ってほしいの。弟がド M とか普通に引くんだけど。ちげえよ。仮に M だとしてもあんたに蹴られても全く何も嬉しくねえ。俺はただ心配してるだけだ。普段と様子が違うから。ありがとう。けど平気、今はちょっとそういう気分じゃないってだけ。そういう気分ってどういう気分？なんていうか、今はちょっと怒るのにも疲れた。いろんなエネルギーが底をついてる感じ。やっぱ変だぞ姉貴。全然違う、絶対にありえねえ。やっぱ精神的に来てんのかな。
そうだな。仕事のこともあるし、一度カンやおとんを交えて話をした方がいいかも。こんなに覇気のない姉貴、初めて見るしな。おかんに電話するから、姉貴を見ててくれるか。何？ああ、うん。一度会ったことがあったね。何が？そんな風に見える？自分じゃよくわからないけど、心配してくれてありがとう。悪い、姉貴は俺が連れて帰るよ。いや、平気だ。タクシー使うから。おかんが払うから、とにかく連れてこいって言われたよ。おい、こら、家に戻るぞ。準備しろ。はあ？なんで家に戻らなきゃいけないわけ？おかんが呼んでる。ついでに、実家で少しゆっくりしろ。実家でゆっくりか。あー、それもいいかも。寝てるだけで料理も洗濯も掃除も終わってる生活、社会に出るとそのありがたみを深く感じるよ。そのありがたみを確かめるためにも家に一度戻るぞ。わかった。今日は悪かったな、こんなことになって。じゃあまたな。どうした？何か用か？店とは違うことか。わかった、カンナも呼ぼう。蝶が集まっていた場所から話すことには意味がある。とはいえ、一定の場所にいてはいずれまた蝶は集まってしまうだろうが、しばらくは大丈夫だろう。いえ、高峰さんの時とは少し事情が違います。必要がないと思って説明を省いていましたが、蝶々が及ぼす影響には2種類あるんです。一つは高峰さんの時のように蝶々を自分の魂に取り込んで肥大化する場合、もう一つは自分の魂が蝶々の思念に染められる場合です。お前の場合は幸せを望む強い気持ちが蝶を取り込んだ。いわばお前の魂に蝶が染まったことになる。その娘はそれとは逆だ。魂が弱って蝶の気持ちに染められたのだ。本来蝶々に人の魂を染め上げるような強い力はありません。ですが元から気落ちしている人は別です。よりマイナス方面に引っ張られる可能性があって、
最悪の場合、蝶々に同調して生きることすらも諦めてしまいかねません。大家さんはこちらの場合のかなり初期の段階です。落ち着け。気だるげではあったが反応があって会話も成立していたんだろ。ならばまだ時間はある。すべてを諦めた者はもはや会話も成り立たん。魂が受け入れたマイナスの気持ちが肉体にも波及してしまうからな。一時的に気分が落ち込んでいるだけで、死神が何もしなくてもやる気を取り戻す可能性も十分にあります。話を聞く限りでは今のところは。聖者の魂に死者の魂のかけらが及ぼす影響は微々たるものだ。今は一人ではなく周りに家族もいるのだろう。会話やコミュニケーションを取ればその影響はより小さくなる。今後の変化を見てからでも対応は遅くない。危険なのは全てに執着しなくなって話しかけてもまともな反応が返ってこなくなった時です。衰弱した魂を元に戻すことはできません。死神の鎌はあくまで回収するためのものですから。必要なのは立ち直るためのショックといいますか、きっかけといいますか、本人の魂を揺さぶり再び執着を抱かせるような強い感情や思いが必要です。それはない。信じろ。そんな重要なことを隠したりはしない。そもそもお前の魂は近づいてきた蝶を取り込むんだ。周囲に影響を及ぼすことはない。とにかく今は目先の問題を解決させましょう。あっちこっちに問題を抱えたままでは身動きが取れなくなる。そうですね、頑張らないと。聞かせて。噂には聞いたことある。ぼっちですけど何か文句あります？死神ですからゆっくりお茶するような人付き合いはなくて、すみません。高峰君も含めてね。もしかして口説こうとしてます？嬉しかったですけど、いくらなんでもそんな一言で股を開くほど私はチョロくはありませんから。あしからず。なんだそれは残念。でもだったら一体どういうおつもりですか？ことですか。はあ、びっくりした。じゃあまずはメニューを確定させないと。
パフェ作れるの？へえ、そうなんだ。あ、思ったんだけど、オムライスは薄焼きの他に半熟のタイプも追加するのはどう？高峰さんなら大丈夫です。すぐに作れるようになります。よろしくお願いしますね。自信があるんですか？それができれば助かるけど、大丈夫？一気に増やすことになるけど。ありがとう。高峰くんの幼なじみ？そっか、それなら人柄の心配はなさそう。何せ子供の頃からずっと高峰くんと付き合ってきてるんだから。そこを認めていくんですね。そういうのポジティブって言うのかな。嫌いではありませんけどね、そういうスタンスも。そこまで推薦するならほぼ決まりでいいかも。さすがに決定に関しては本人と会う必要はあるけど。失礼します。え？あ、はい。大変申し訳ありません。まだオープンしていないんですが。あ、おー、綺麗なメイドさんだ。あ、いえ、ごめんなさい。客じゃないんです。表の張り紙を見て応募させてもらえたら、と。表の張り紙っていうと、アルバイトの？はい、私、日内谷メイと言います。アルバイトは初めてなんですけど、一生懸命頑張ります。よろしくお願いします。あれ？募集してるんですよね。あ、うん、ごめんなさい。まさか昨日の今日で来てくれるとは思ってなかったから。来てくれてありがとう。じゃあ面接を。今から時間ある？はい、もちろん暇してます。よろしくお願いします。すみません、この後なんですが、私はちょっと用事があるので外に出てきます。ですから申し訳ありませんが、夏目さんにお任せしてもいいですか？わかった、じゃあ私と高峰くんで。その部屋に集まっていた蝶々を捕まえてきます。放置しているとそのまま高峰さんの部屋に移動してくる心配もありますしね。いえいえ、これも死神のお仕事ですから。そこは問題ありません。ピッキングは得意です。
ジョークですってば。アキスとは違いますよ。私は死神ですからね。そこら辺の心配は無用です。では行ってきますね。それじゃあ早速始めさせてもらいます。はい、よろしくお願いします。こういうの聞く側に回るの初めてだから緊張するな。ごめんなさい。それでは改めて自己紹介をお願いします。名前は日内谷芽衣です。今までにアルバイトの経験はありません。基本的には土日も平気です。はじめまして、四季夏目です。その制服、巻き旗よね。はい、巻き旗女学院2年 A 組、出席番号は29番です。懐かしい、私も通ってたから。先輩ですか。なんでそう思うの？まあバレンタインの日には下の子たちからチョコをもらうこともあったけど。そういうお嬢様は妄想の中だけ。真相の霊場という雰囲気とは違うかもしれませんね。居室結構汚いし、雨の日はタイツとか靴下とか干したりもしますから。暑い時はパンティー気にせずスカートで仰ぐし、廊下を下着姿で走る子もいるし。人と状況によってなくはないけど。ほら、人の肌を気にする前に自分の日焼け止め塗るのに忙しいから。そういうのあってもおっさんなノリが多いかもですね。恥じらいとかではなく。あとブラホック外し選手権とか。やってる子いたな、そういうの。教室の中にあるものでどっちが攻めでどっちが受けとか言ってた。机と椅子とか黒板とチョークなんかは定番ですよね。お嬢様じゃないのは私もですから文句なんて言えませんけど。ありがとうございます。それだけが取り柄だって親にも言われます。うるさいって言われることもあるので気をつけなきゃとは思ってるんですよ。これでも私はそのままでいいと思うけど、日内谷さんの笑顔は周りも明るくしてくれそうな笑顔だから。なんだか照れますね。ありがとうございます。あ、日内谷って言いづらくないですか。自己紹介の時自分で自分の名字を噛んだりするんですよね。もしなんだったらメイって呼んでくださいね。なんでどもるの。気持ち悪い。名前で呼ぶだけなんですから、そこまで緊張しなくても。別に呼び捨てにしてもらっても構いませんよ。だからキモい。名字の方が呼びやすければそのままでも、何にせよ気軽に呼んでください。わかりました。私も改めて、四季夏目、同じく一つ星大学の3年。呼び方は
任せる。名前でも構わないから。なら夏目先輩と昴生先輩で。だってこのお店の先輩ですから。はい。それでどうしてこの店で働こうと。そこの道を登下校で使ってるんですけど、昨日アルバイト募集の張り紙を見て、家も近いしカフェでアルバイトっていうのもいいかなと思ったんですけど、もっとちゃんとした理由が必要ですか。基本的な質問をしてみただけだから気にしないで、正直に答えてくれればいいから。わかりました、ありがとうございます。そうですね、歩いて5分くらい。学院には表の道を通って駅まで行って、そこから電車です。だから働きやすいかなって。はい。あ、なので平日は夕方ぐらいからしか来れないと思いますけど。そこら辺のシフトは後々話し合うから、今は気にしないで平気。わかりました。いやー、料理は苦手です、すみません。調理実習の授業はありましたけど、同じ班の子に危ないから包丁を持つなって言われちゃうぐらいで。キッチンにも入れないとダメですか。シフトにも影響することだから確認をしただけ。あ、フロア担当だとしてもコーヒーと紅茶の入れ方は覚えてほしいけど。はい、好きですよ午前の紅茶。え、ダメですか。紅茶家臣の方が良かったですか。仲間ですね。そういうことじゃないんだけど、その知識もないってことね。実はコーヒーは飲んだことなくって。いやー、なんか苦いってよく聞くじゃないですか。苦いのダメなんですよ。実はゴーヤとかも苦手で、だからなかなか踏ん切りがつかないんですよね。残すともったいないし。わかる。コーヒーとかゴーヤとかピーマンとか苦いのが美味しい方が変でしょう。あ、私ピーマンは平気です。肉詰め美味しいですよね。なっ、うるさいな。だいたいお子様舌とかよく言うけど、味蕾の数が多くて味に対して敏感なだけなんだから。調べたことはないけど。ならそのニヤついた顔をやめて、ムカッ腹が立つ。なんだか楽しそうな職場ですね。いらぬ恥をかいた。くそ。カフェならラーメンです。好きな麺類ってラーメンぐらいしか思いつかなかったので。こんな私じゃやっぱりダメですか。雰囲気が違いますかね。落ち着いた大人な雰囲気ですかね。制服で来ない方が良かったかもって、ちょっと逃げようかと思いました。そっか、やっぱりそこから変えた方がいいのかな。その時には日内谷さんみたいな明るい笑顔が必要になると思う。な
んか照れますね。あれ、それってつまり雇ってもらえるってことですか？もしかしたらオープンさせられない可能性もないわけではないんだけど、それでもよければぜひ協力をしてほしいと思ってる。やったー、ありがとうございます。さっき言った通り、オープンできるならって条件がついちゃうけど。平気です、よろしくお願いします。もし何かお手伝いできることがあったらどしどし言ってくださいね。ありがとう。はい。そうですね、正直夏目先輩は美人で素敵で大人っぽくって憧れます。そうでも美人すぎて緊張すると言いますか、美人のメイドさんがいる専門店っぽい気がしちゃって、そこら辺に私は圧を感じましたかね。原因は私なんだ。あ、いえ、そんなつもりで言ったわけではないですよ。いらっしゃいませ。何？からかってる？笑えてない？そう、それです、それ。いらっしゃいませ、みたいな。改めて言うと思ったよりも恥ずかしいですね、これ。ちゃんとできてます？よかった、ありがとうございます。納得した。スマイル、いらっしゃいませ。何その反応。そんなつもりはないんだけど。いらっしゃいませ。笑顔だとは思うんですけど。言わなくていい、できてないのは自分でも分かってるから。笑わなきゃって意識すると逆に難しくて。それはそれでとっても魅力的なんですけどね。いらっしゃいませ。高峰さん、お帰りですか？滞りなく捕まえることができました。それは…そうですね、ちょっと私とデートしませんか？はい、デート。少し顔が赤いですよ。もしかして、照れちゃってます？可愛いところがありますよね。気にしすぎですってば。それに、童貞臭いとしても、今回は、いい童貞臭さです。可愛い童貞っぽさです。少なくとも、けなしてはいませんよ。それじゃあ、二人きりのデートに向かいましょうか。私とカッカが間借りしている部屋です。
一時的に拠点としているだけですから。猫の会合にでも出てるんだと思います。あ、でも勘違いしないでください。デートで部屋にあげたからって妙な下心は持たないでくださいね。違いますからね。なるべく念のために人目を避けておきたかったんです。はい、閣下が腰からぶら下げていたものです。死神の鎌を使って回収した魂はこのランタンにとどまることになります。そしてある程度集まったところで神のもとへ帰ってもらいます。どうしてですか？私は不謹慎ではないと思いますよ。現世を漂ったままではいずれ消滅してしまいます。ですが神様のもとへ帰ることで新たな役目が与えられるんです。いわば新たな門出ですからね。まあごく稀に蝶を取り込んでしまう人もいるわけですが。いいえ、それも消滅から魂を救っているんです。ある意味では人助けと言えます。だからそんな風には考えなくていいんですよ。確かに笑えない事態ですね。すみません。でもこれはそれぐらい安心しているってことです。高峰さんなら心から望む幸せを手に入れられますよ、絶対。その頃にはきっと童貞だって卒業できてます。すみません。でも冗談で言ってるわけでもありません。高峰さんならすぐに魅力あふれる人間になれます。私が保証します。はい。無理やり巻き込んだようなものですから内心は怒っているんじゃないかと実はヒヤヒヤしてました。でもそう言ってもらえて安心しました。よかった。お客さんを笑顔にするためには自分が楽しむのも重要なことですよ。とはいえ、かくいう私にも余裕はないんですけど、ウェイトレスの仕事なんてできるかどうか、ちょっと心配です。卑怯ですよ。そんな言い方をされたら、私だけできませんとは言えないじゃないですか。わかりました。頑張ってみます。やっぱり口説こうとしてますか？
そりゃデートとか言い出したのは私ですけど、筆下ろしはしませんよ。初めてっていうのはですね、一生の思い出になるものですから、勢いだけではなく互いの愛と愛を合わせて幸せで。そうですか。え、悪いって何がですか？ああ、なるほど。そういう見方もできなくはないですけど、気にしないでください。私のことなら平気です。だって努力はすでに報われてますから。私にとっては高峰さんが美味しいって褒めてくれただけで十分なんですよ。それに私が努力した分は高峰さんにも頑張ってもらいますから。それじゃあダメですね。再現じゃなく、私の味を超えてもらうぐらいでないと。早速練習してみましょうか。はい。カフェステラと死神の蝶。君が起きてるの？しかもキッチンに立って。折りたたみ傘持ってきてないからそういうの困る。理由があるのなら協力するのはやぶさかではないけど、とりあえず何作るの？朝から？オムレツじゃなくて？ちなみにバターは？カロリーが、朝からカロリーが。そうくるか。ライスがべちゃべちゃだな。あと色とか包み方とか見栄えがちょっと悪いかな。仮に味が100点満点でも見栄えが0点だと評価も悪いと思う。ある意味では SNS 映えするかもしれないけどな。私、キッチンに入ろうか？明るい接客、私にできるかな？いきなり昴生君にそんなこと言われると背中がむずかゆいな。
もしかして乗せられてる？私ちょろいとか思われてる？さようでありますか。のぞみちゃんもあの店でバイトを始めるのか？雇ってもらえるならですけどね。君なら大丈夫だろうさ。ただ一昨日の件だ。あの後思ったんだ。店の雰囲気を変えるならユニフォームに関して考え直してもいいんじゃないかってな。積極的な賛成はしていない。親としては就職活動に注力した方がいいんじゃないかと心配もしてる。とはいえ失敗しろと思っているわけでもないさ。言いたいことは言った。それでも諦めずに努力するつもりなら人肌ぐらいは脱いでやろうかとも思ってな。親として。親子揃って素直じゃないなと思って。のぞみちゃんはどんなユニフォームを着たい？やっぱり可愛いユニフォームですね。私服では着たりしない、カフェだからこその服とか。知り合いのデザイナーにユニフォームの件を頼んでみよう。貸しのある知り合いがいるんだ。一昨日の夜も一緒に飲んでたしな。そいつのところなら仕立てまでやれるだろうから、細かいことは心配するな。もちろんわかってるさ。あくまで案を提示しているだけだ。ただ返事は早めにもらいたい。いつまた呼び出されるかわからないからな。親に遠慮するな。あ、最終面接だね。準備できたら連絡入れて。今日は放課後神社の手伝いをしてるから。おーす。高峰、お前バイト探してるんだろ。紹介してやろうか。そっか。よう、おはよう。姉貴の件か。とりあえず家でゴロゴロしてるよ。飯もちゃんと食ってたから健康ではある。とはいえパワハラのせいか、仕事に関してはすっかり疲れたみたいだ。今は働く気をなくしてるっぽい。話しかければ返事はするんだが、スマホの方はメッセージを打つのも面倒であんまり触れてないみたいだ。一時的なものかもしれないから親もしばらくは様子を見るって言ってたけどな。あの調子で引きこもったらどうしよう。長男としては非常に困る。こんなもんだと思うけどな。年の近い兄弟なんて、まあ仕事に疲れたっていう部分は理解できなくもない。それはまだわからん。あの状態の姉貴に聞いていいものかどうか。でもとりあえず大変ではあったみたいだな。早朝からケーキを作って、開店までに商品を揃えて、その後も補充商品を作り続けて、夕方からは翌日の仕込みとか後片付けとか、日によってはその後にミーティング。実務は姉貴みたいな現場のパティシエがほとんどやってたらしい。なのに安月給。
姉貴が特別激務ってわけではなかったらしいけど、パティシエっていうか飲食全般じゃないのか。選んだ理由の、ああ、そういや昔面接の練習をしてるときに原稿を見せてもらったな。俺が就職の面接を受けるときの参考になるかと思って、チラッとしか見せてもらえなかったけど、要約するとデザートは重要だからだったかな。ケーキってさ、普通は毎日食べるものじゃないだろ。家庭によっては特別なものだったり、あとコース料理とかだと最後に食べるのもデザートだ。メインがどれだけ美味しくても最後の一品がいまいちなせいで全てをぶち壊しにする可能性だってある。それにデザートを食べると幸せになれる。子供も大人もいろんな人を笑顔にする。それがデザートみたいなくっさい理由であの店に雇われたはずだ。どうだろうな、俺からすると姉貴はそんな殊勝な人間じゃないからただの建前だと思うけど。そういやだいぶ早い段階からパティシエになりたいとか思ってたみたいだな。で、笑顔にできるデザートを作ろうとしたら作る側はドブラックだったってオチだ。悪いな、姉貴に相談があったのはお前の方なのに、なんせやる気がないからな。仕事の話を振るとさらに気だるそうになる。とはいえゴロゴロされ続けても困るから、概要だけは俺が伝えてみようか。なんだっけ、お前が姉貴に頼もうとしてたのって。パンケーキか。姉貴もいろんな店を食べ歩いてたりしてたな。わかった、話をしておくよ。あの様子だと返事はどうなるかわからないが、社会とのつながりがなくなると本気で怖いから、働くなら早めに復帰した方がいい。日が経てば経つほどずるずると同じ状況に甘んじていくもんだ。俺にはわかる。夏休みの宿題を最後まで溜め込み続けて取り返しがつかなくなってた俺にはな。俺としても今の姉貴から脱却するきっかけになればありがたいしな。分かってる分かってる。